伸びましたね。うっとうしくって。うっとうしい。どれ希望で。いや、聞きたいよね。うん。後ろさっぱり。後ろさっぱりで。で、上、トップ長めで。うん、トップが長め。はい。うんうん、で、あの、かっこよくしてください。そうですね。横は、はい、ある程度キープした方がいいですか。ここにボリュームが来て、くびれて。で、ここは耳出すぐらいで。あ、それぐらいでいきましょうか、はい、じゃあ。前髪は長め、長めで。ちょっとでも軽くした方がいいですね。そうですね。重くなってるんで。はい。じゃあ、そういう感じでカットします。お願いします。はい、皆さん、こんにちは。美容師の山です。今回のゲソ様のカウンセリング、聞いていただけましたか？ゲソ様、2ヶ月に1回ぐらいでしょうか。カットでご来店いただいてます。カラーはね、もうナチュラルな方なので、ほぼね、自分の髪を生かして、カットでいい感じになるようにしてます。カットはね、ショート系の、まあ、ショートボブ系のスタイルが、多いですね。やはり、ショートボブ系のスタイルって、どうでしょうか。もう2ヶ月もすると、崩れてきやすいので、周期的にはね、1ヶ月半から2ヶ月ぐらいで、来ていただくのがいいんではないでしょうか。どうしてもね、襟足、後頭部っていうのがね、最初に崩れてくるので、そこはね、きっちりカットさせてもらった方がいいと思います。あとね、耳の周りなんかも重くなりますから、そのあたりもね、カットすると、気持ちよく過ごしていただくことができると思います。今回はね、まあ、ショートボブ系のスタイルにして、ショートボブ系のスタイルってこう、マンネリするってことあるじゃないですか。なので、大人女性の方でショートボブ系のスタイルって結構、たくさん見えると思うんですけど、ご自分で簡単にできるスタイリング術っていうのを今日お見せしたいと思います。非常に有益な情報となってますので、ぜひね、ご自分でも試されるといいと思います。ひとまず、ショートボブのスタイルが完成しつつあります。オイル仕上げでね、今日もバッチリいい感じに気に入っていただいて、仕上げています。ここからね、今回は、ゲスト様もね、いつも、もう乾かしっぱなしでいいって言うんですけど、今日はね、ちょっと動画も撮らせていただいてるので、特別に世の中のね、大人女性の方のために、スタイリングを実践させてもらいました。ショートボブもそうなんですけど、この束感ですね。これストレートアイロンなんですけど、すごくね、薄く取って、見えますでしょうか。ストレートアイロンで持ち上げてカール入れて外羽を作る。まあ、ちょっとなんか波ウェーブっていうのがあるんですけど、そういう感じっぽい雰囲気で、もう表面だけですね。結構ね、こういう作業をやると皆さん下の方一生懸命やりがちなんですけど、表面だけでいいです。もう本当にどうでしょう、2センチぐらいの幅で取って、特につむじのあたり潰れやすいですから、少しずつね取って、もう本当に表面だけでいいので、この技術は使えます。映えますね。なんかお出かけ前とかにやってもらうとね、とってもいい感じになるので、ぜひ、試してみてください。ね、ストレートアイロンで。結構ね、皆さんこうスライスって取る量が太くなったりするので、表面だけ細く取って束感出す感じでやるとめっちゃいい感じになります。おすすめです。今日どの辺が気に入ってもらいました？全体的になんかかっこよくなったところ、はい、うん、全体的にかっこよくなったところ、はい、だいぶ軽くなったしね。そうです ね、いい感じですね、はい、うん、いい感じにしてくれました、はい、うん、いつも自分の希望通りにかっこよくしてもらって、うんうんうん、いつも素敵に仕上がって嬉しいです。ありがとうございます。それが
はい、バッチリ、いい感じに、はい、はい、また来ます。 ありがとうございます。ゲソさんのリアルなコメントいかがでしたでしょうか。ちょっとね、今日はスタイリングしていつもと違ってとっても喜んでいただきました。紙でお悩みの方は美容師あやまにご相談ください。説明欄から LINE かお電話でお問い合わせください。チャンネル登録、グッドボタンも忘れずによろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。